時間かけ、あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだと。そんな必要はない。今は死ぬ。これからここで。でかい口を切るのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。このすっごいくさまじとこないね。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人の矢。いきなり貴様か。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのか。戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。ああ、俺もそう思う。穴っから全開で飛ばさねえとな。俺たちがやられたら全宇宙がパーだ。歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。
強い人を、俺と一緒に時空を超えて戦ってくれる強い人を連れてきてほしい。承知した。遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ、さあ姿を見せるのだ。ではさらばだ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。あー、さあどこからでもどうぞ。ウォーミングアップはそろそろ終わりのようですね。ではそろそろ見せてもらいましょうか、あなたの本気を。さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺の名前はトランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通りここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。時々とと呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。俺たちはここでタイムパトロール。正しい歴史の流れから外れ、間違った未来を生んでしまう
歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか？あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？なんて突然言われても困りますよね。ここには俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いませんから。うむ。やあ。ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと、国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが、国蔵庫へ行きましょう。これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はっ！にゃあ！そうすればお前もお前の息子も助けてやる。セイク、俺はおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。の。お父さんをいじめるな！うわ！
このガキ！やめろん？なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ、一緒に戦ってくれるみてえだな。何人増えようが結果は一緒だ。力貸してくれんのか。足を引っ張るな。俺は声聞こえていますが、ね、これは私を使って全てサポートさせてもらいます。ラディコンは本来の歴史より強く、さらに3人になっているので、悟空さんたちがとどめを刺せるようラディコンを倒してください。たった一人の兄を殺すつもりか。おめえに飛びつけ。兄貴じゃねえって言っただろ。もうやめた。俺は心を入れ替えた。おとなしくこの星を引き上げてやる。騙されるのか。貴様、何をする。今だ、これをやれ。魔漢光殺法。うわっ。やおぎっ、ちくしょう。へへへ。やっ。頼みやがれ。何だったんだあいつは。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。